heist. Look it. Zycone! 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 Zyc
はい。Hadouken!
Hadouken! 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 Hadouken!
Hadouken! 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 Hadouken!
Round three, fight! Boom! あ、これ店内かな？これ店内？あ、
ンアイス。ありがとうございます。大体9時過ぎくらいからやろうかなって思ってるので、ちょっとすいませんが、あ、大会どうですか。今日はちょっと人が
柔らかく柔らかい感じですかね。今日も四季の細道はいつもと同じ通りにやっていこうと思います。ちょっと自分進行が拙いですがよろしくお願いいたします。今のところエントリーはタツトスさん、ハクさん、私、ゴーさん、ボタモチさん、ノブさん、オヌチョさんです。あ、まだ書いてない人もいるんですけど、あとロードさんですね。あと山本さんがいます。ラウンド1ファイト。山本さん、ロードさんですな。金子さんは時間がないので帰られます。そうね、ちょっと今日はマイク頑張っちゃおうかな。Bye-bye.
Hadouken! 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 Hadouken!
一応今日14回目です。今日14回目です。それじゃあ、これか。はい、1周目が、はい、ノブさん。1周目がケン、はい。ハクさん、はい。ガイル、はい。はい、3人目がタツトスさん、はい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 、ボタモン、リュウ、ゴーさん、はい、はい、ケン、はい、私です、はい、ネロ、ガイル、はい、あ、戻っちゃったはい、戻ってきた、はい、バイさん、はい、はい、ロードさん、ロードさん、エスケン、はい、ロードはい、ケイメヤマさん、はい、チュンリー、はい、で、2周目、はい、じゃあ2周目がゴリさん、はい、ザンギ、はい、ゴーさん、はい、ケン、はい、あ、はい、山本さんがチュンリー、はい、はい、はい、たくさん、はい、バイソン、あ、ガイル、そうだよ、ごめんなさい、はい、ラウンド3、はい、エスケン、はい、はい、ああ、大丈夫大丈夫、何番目、本当は4番目、はい、ちょっと待って、大丈夫、ずらせば大丈夫、そうそう、そうだ、ちょっと字が狭くなるボタン持つ、はい、はい、で、5、6、7、8、はい、ちょっと、はい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 、リュウ、はい、真ん中じゃあそうしましたら、そしたら順番が決まったので、1周目が、1番目がノブさんの剣、2番目がハクさんのガイル、3番目がタツトシさんの竜、4番目がボタモチさんの竜、5番目がゴーさんの剣、
6番目が私ガイル、まあ、ネロガイルです。で7番目がオヌチョさんバイソン、8番目が、ロードさんのエスケン、9番が山本さんのチュンリーです。で2周目が、1番目がノブさんの、ザンギと、2番目がゴーさんのケン、3番目が山本さんのチュンリー、4番目がボタモチさんのリュウ、で5番目がオヌトさんのベガ、6番目パクさんのガイル、7番目ロードさんのケン、エスケンで、8番目がネロガイル、私です。で9番目がタツトスさんのリュウです。じゃあ、配信台開けてもらって、オヌチョさんの配信台開けてもらったら始めたいと思います。じゃあ先にノブさんとハクさんじゃんけんして座るとこ、そうですね、決めといてもらって、ちょっと今日私進行させていただきますが、まあ、今日ちょっとセロテープさんがお休みなので、あの皆様によろしくお伝えくださいとおっしゃってましたので、拙いですがやらせていただきます。じゃあ始めましょうか。じゃあ第14回四季の細道を始めたいと思います。おっ、そしたらジャンケンもうしましたっけそしたらじゃあちょっと、あ、じゃあおどちゃさんそこ配信隊なので、すいません、お願いします。え、あ、じゃあしようしよう、して山本さんお願いします。山本さん、じゃあ保証お願いしますそのために保証お願いしますあ、じゃあ 2P がハクさん、あ、違う違う、 1P がハクさん、はいはい、 1P ハクさんで 2P がノブさんの件ですね。じゃあちょっとか一緒に山も、あの山本さん、ちょっとタスオさんにマイクのフォローをサポートしていただきます。はいはい、はいはい、ちょっと聞こえるのかな、聞こえるのかな、はい、あ、配信には載ってる、配信になってる、はい、さ、ノブさんの件ですね、で、ハクさんのライブですね、2016年の四季の細道で颯爽とデビューした、はい、ハクさんのライブが非常に、はい、だ男が見た感じ B1、2の反射神経がすごそうで、これがガイドに生かされてるのかなって感じがあるんですよね。うまいです、ね、この白いガイルかっこいいですね。そう、かっこいいですよね、白いガイル、なんかこう、無心っていうか、無心を表すから白いガイル。でもノブさんも、このどうですかね、ガイルから見ると剣の怖さっていうのはやっぱこの足ですかね。そうですね、足と、あと、なんかやっぱジャンプ大パンチが、あー、確かにこちらとしては、あの落としたいんですけど、もうね、そう、分かってても分かってても当たってしまう、そう、潰されてそのまんまみたいなのが、あー、ね、この剣がなんかあれですよね、影、剣の外側になんかもう一人いるんじゃないかっていうぐらいの発見の深さがありそうな、はい、そんな印象があります、ね、でもきっと剣も辛いと思うんですけどね。おー、おナイス様、いやー、やっぱすごいっすねすごい、何がいい、ストファイブをやった後に1週間で、あのいきなり X をやって、でここでデビュー戦をしていきなりソロ様に勝利したの瞬間がもう忘れられません。ああ、しかしノブさんもやっぱり冷静に、1人目勝ちました。というわけ、はい、1人目です。いや、次僕ですね。あ、そうですね、タツトシさんですね、はい、じゃあタツトシさんということですか、ね、はい、はい、はい、山本です。マイク変わりました、1P 変わりまして、 1P タツトさん龍ですね、 2P がノブさんの剣、波動を打っていって距離をじりじり縮めてますね。波動の打ち合いからの、お互いだいぶ慎重にいってますね。波動がヒットして沖昇龍で熱波削りですね。今ゼロドットでした。タソシさん負けたのに V サインしてますね、どうかと思います。いや今日
だいぶ気分がいい感じ。もういい感じになっちゃった。なんかね、癖でこっちの画面見ちゃうんですよ。そうですね、ちょっとモニターがまだ見れないっていうことで、ね、そうなんですよ。波動で、お、剣がやっぱ早いですね。先にゲージ溜まってますね。龍が飛びたいけど飛べない。昇龍が刺さって、ゲージ溜まりました。お互いお、ガクガクして真空ナイスですね。あれやっぱり中足ですかね、刺しましたね。ガクガクしてのわざとフェイントですかっていう。あー、そうですね、わざとガクガクする場合もあるみたいですけど多いですよね、皆さんガクガク。そうですね、リアルガクガクもあると思うんですけど、中にはちょっと見切れないですね。ね、おっと、ツヒト食らってしまった。これは痛い。お互いゲージは、スーパーゲージはある。おっと、大昇龍が刺さる。おっ、一文字。あー、残念。最後は台足でした。あ、次、ボタモチさんの龍。あ、ボタモチさん。あ、いいよいいよ、達郎さん。あ、ボタモチさんは、初心者、初心者の方だそうです、本人曰く。はい。ちょっとね、ボタモチさん、前にちょっと参加されたような私の記憶では。あ、本当ですか。僕、お初でしたね。あれ、私勘違いかな。いや、僕、意外と来てないんですよ。あ、そうです。はい。竜対決ですね。これ、五分ですからね。緑が達俊さんですね。中足で飛んでいく。なんとか慎重にガード。中足で飛ぶとあれですね、出っ放しになるので判定が強いのかーっていうところですね。大足よりも、おお、スリヒト強リーチですが、ここは行かず。お互い波動でじりじりと真空を打ち込んでいった。ファイヤーに真空を打ち込んでいった。波動と中足ですね。飛びは全部中足ですね、ボタモチさん。ガンガン達郎さんの龍がプレッシャーをかけている。中パン2回しか入んないですよ、ジャンプ中パンは。3回目飛んじゃいましたね。からのリーチで、はい、最後は昇龍拳、綺麗に決まりました。ありがとうございます。ありがとうございます。次、ゴーさんの剣。続きまして、ゴーさん剣ですね。え、ボタモチさんってスト5 ですよね。名前ちょっと違いちょっと違いますよね、前と。前と、あれ違う、あれ私か勘違い。龍剣多いですね、龍剣がやたら多いですね。ちょっと、そうそう、竜巻で強引に抜けようとしたが、アッパーですね、冷静ですね。波動を飛んで、郷さん、ちょっとあれですね、飛びますね、やたら。飛ぶ剣ですね。竜巻に踏んでしまった。最後は削られて、おっと、いきなり昇龍、歩きに対して昇龍。中ボスからの追い打ちはかけない。真空を飛ばれて、最後はジャンプ中パン。マリオですね、マリオ。達郎さんが勝ってますね。はい、続きまして、ネロさんのガイルですね。確か。ネロガイル。軽くお願いします。軽く喋りますか、はい。そろそろクレジットがないのか、まだあるのか、ないのか、どっちなんだい。1、2、3、4、5。
5を使ってますね。6か。これはあれですね、波動とソニックの打ち合いになるパターンですよね。じゃんけんですね、読み合いが今後10年は戦えるというか、ただ端に行ってしまったガイルの方が分が悪い。真空うまく避けた、しかし飛んだところに昇竜刺さってしまった。おっと、開幕竜巻でうまいこと抜けてソニックですね、潰しました。端で投げ、中ボス投げ返し、おお、すごいですね皆さん、この投げ返しがすごいですね、やっぱ。がちょっと飛び込んでしまった。さあ、おぬちょさんの M バイソン、 M いらないですね、バイソン、おぬちさん、バイソン、バイソンです、辰巳さん。喋ります。今日唯一のバイソンかなですね。いつもバイソン多いんですけど、今日あんまりいないですね。今日すごいキャラの被りが多いのでこれはちょっとね、キャラ差考えると辰巳さん厳しいですけど、頑張ってもらいたいところです。おお、いきなり昇竜刺した。波動で距離を取りたいところだが、いきなりクレイジー溜まってましたね。ちょっとここのモニターから見えなかったんで、ノーガードでしたが、おお、あるある、真空がヒットですね。ただバイソンも溜まってます。やっぱりクレイジー、グランド昇竜で勝って、すごいですね、ダッシュ系を昇竜でガンガン勝っていってますね、辰巳さん。これ見てからなんですかね。真空を早速出してしまい、竜巻で抜けた。おお、昇竜刺しますね。波動じゃないんですね。波動じゃないとでびっくりしますね。おお、綺麗に噛み合いますね。おお、さあ噛み合わせていきたいところ、お互い大ダメージじゃなく、おっと、シンク合わせた、これはうまい。ただバイソンもたまったので、さあどちらもどちらも、さあ慎重に波動を選んでいきたい。波動を使う、おーっと、最後は投げ、歩き上げ、大胆に、これはうまい。じゃあ大胆に、ね、続きまして、ロードさん、 S ケン、ロードさん、 S ケン、試合前の握手がありましたね。固い握手が、どうしたんでしょうね。はい、感極まって、もう辰巳さん絶好調ですよ今絶好調ですね今日辰巳さん、今日ね、いや、でも僕もしばらくぶりに見るんですけど、かなり腕が上がってるように見えるんですけどあ、でもちょっと、もうここはね、ロードさんの昇竜拳が無敵というところが、全身無敵というところを頑張ってもらいたいぐらいですね。S 拳は上昇中、全身無敵なんで、ちょっとね、あれですね、竜は若干怪しいんですよね、無敵じゃない感じの勝利点なんで。おー、うまい、うまいな。ただ辰巳さんの波動もだいぶ、おわっと、どうなる、おわっ、ナイス、めくり竜巻から中足、今息を伸びました。あ、ごめんなさい、立ち中キックですね、中足じゃなく。はあ、辰巳さんももう、あー、ピヨってしまった、オラと投げましたねちょっとあれですね、ロードさんは空中竜巻を覚えた感じですねいや、辰巨さん強いですね。あー、ちょっと冷静にいってますね、辰巨さん。
波動で距離を置いてガクガクしといてのガク、ね、そうか屈伸大事ですよ。ちょっと膝痛めないように。あ、屈伸からの今度真空いっちゃいましたね。あー、最後は波動が刺さって勝利。次1周目最後ですね。はい、最後の、あ、山本チュンリー、山本チュンリーがちょっと俺が止めに行くと行ってきます。タソシさん6連勝です。喋るんですかね。ちょっとね、今日マイクも不足してるんで、全然やってないです。非常に申し訳ない実況の私の実況っていうのはこの解説っていうの、解説はできないよ。解説なんかできないです。そうですよ、できないですよ。ただ喋るだけです。さあ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 、山本さんどうする？山本さんどうする？どうする？やっぱり投げですかね。投げられた。あー、苦しい。苦しい。あ、次の試合ノブさんです。ノブさんのザンギー次の試合となっております。はい、さあ通らず。先制して。投げて持ってったが、いやー、あ、ピヨった、どうする。あ、でもね、投げ、投げちょっとゲージが溜まってるから、真空が溜まっちゃってる。あ、これは、あ、まあですよね、そうなりますよ。これはこれは噛み合わなかった。さあ、連勝が伸びていく。じゃあ、ノブさんのザンギお願いします。ノブさん、そうそう、さあ、今日唯一のザンギー、はい、いつもは3人ぐらいいますが、そうそう、いやいや、わかんないですよ。勝負の行方はわからないです。そしたらもう一回クジをやります。一応達夫さんが勝ち続けてもその分勝ち続ければいいだけです。真空を重ねて、さあここから攻めが大事。うまい、これは、お、今日すごい見てから動いてるかのような動きをしますね。飛びが通る。さあ、ここから、ここからが大事。飛んでます。しっかりガードして、飛びが通る。さあ、無理はしないで、おお竜巻で締める。そしたら、ゴーさんの今日は剣ですね。見てからやりました的な動きが通りますね。さあ、龍剣、見てからオリュー投げるが、おお、そこで真空。さあ、ここは本当ですよね、なんか見ちゃいました。固く行きたいところ。あー、すごい、あたし自転車です。噛み合いますね。去年これで、さあ、飛べない、どうする、飛びが通ったが、パシッ
バシッといってます。すごい今日はジャンプチューパンが通りますね。しゃがみチューパンをちょっとね頑張ってるらしいです。え、達也さん、しゃがみチューパンってことですよね。いや、ジャンプチューパン、あ、ジャンプ、これがジャンプチューパン、そうそうです。今日見てから動いてますみたいな動きがすごい通りますね。そうそう、そうそう、しゃがみチューパンじゃなくて、そうですね、ジャンプチューパン見えてるんじゃないですかね。かなり本人もおっしゃってました。そのおお、さあ、おー、勝利出る。今日は達成さんの勝利がめっちゃ冴えてますね。今日は無双状態ですね、これ。本当ですね。これは今日は対達俊戦は見えてるの分かって慣れてるのをもう前提に動くしかない。うまい。あ、まあまあまあ、ここからひっくり返すのはおそらく結構厳しかった。投げて壁寄せる。あ、きっちり投げていく。すごい、じっくりと電車止まっちゃいましたね。じっくりと。あ、そうします。ポタモチさんの竜、頑張ってください。チュンリーの分からん殺しに投げてきますからね。チュンリー、これ分からないと。山さん消しちゃった、ごめんなさい。山本さんが勝って次がボタモチ。勝った人消しちゃうっていうね。まだそのままですね。あー、怖かった。はい、ボタモチさんの竜です、ね。はい、でもボタモチさんこれ初参加で3段も決めてて消耗できる、ね、これからすごい手強いプレイヤーになると思います。さっき練習、一人用 CPU 練習されてたんで、いろんなキャラ で、ね、今もアスパラいいですね。自分のこのスパックが非常に専門で、今日はちょっとまあ指揮勢といいますか、いろんなゲームされてる方が参加してくれてね、とても嬉しいですね。音ゲーと、あと他の格闘ゲームですね、はい、でこういったところがやっぱ嬉しいですよね。そうですね、やっぱりなんか、はい、ね、アクさんやそのゲームさんのこの音ゲーを普段やってる方がこうやって一人一つやってるという光景が嬉しいです。今日みたいにこのボタモチさんの この初参加で、そうですね、新規に来られてるというのが非常にいいですね。やっぱりこう地元のなんだろうね、源泉ってわけじゃないですけど、そうですね、そうそうそう、四季にいるその源泉の方々がこう、はい、ね、こういろいろやりますので、 ありがとうございます。また参加お願いします。あ、2人抜きです。あ、そうか、2人抜きか。あ、このままで、あ、じゃあ次はおねちょさんのベガですね。よろしく、うん、ベガ、おねちょさんも今日初めて来ていただいて、そうですね、はい、おねちょさんはベガと対戦とかね、ちょっともっと何か解説ができれば良いのですが、またお兄ちゃんさんのこのスピードからスピードと反射神経的なところ、このベガ上手いですか。実は私このベガのこの私初めて見ますね。前か後ろかのこのガードイが結構上手いですね。どっちにガードすればいいのかなと思います。あ、ベガすごいな、ここからお兄ちゃんすごい、すごいですね。あ、ちょっと待って、おねちょさんが、これで、一人抜きで、はい、おねちょさん勝ち、山本さんが二人抜きで、で次がハクさんのガイルですね、はい、あ、ハクさんのガイル、3周目書いておきましょうかね、はい、あ、ごめんごめん、はい、達也さんにお願いします。山本さんごめん、3周目書いてもらって、書いてもらって一番右のやつ、ごめんなさい。はい、じゃあ次は、デートなしで呼んだニューヒーローハクさんが、今日は初参加のおねちょさんと、はい、これはあ、しかしすごいもう容赦のないですね。ベガとガイルっていうのは非常にこのスパーツ X が黄金カードというか、あ、そうなんです、私はちょっとまだ勉強不足のせいか割と難しいですね。
ガイルってやってて、このメガがどっちに飛んでくるのかっていうところが、あのキックがもう固められると辛いです。あの蹴りが非常にそのくせ者で、左右に動いて蹴りを出してるだけでもすごい心理的なプレッシャーになりますね、はい、しかしアクさんもこの素晴らしい、こう足を動かして呼び切りを出して、おー今ソニックが来る、あ、これをうまくガードして、お、これはいけるのか、いけるのか、このアクさんが、さあソニック、おーすごい冷静にサマーソルトで、しかしこのセンサーのベガを投げる、さあそこで、あ、しかしサマーソルト投げる、しかし、あ、これに攻めてほしい、さまだわからない、まだわからないぞ、さあここで、あー素晴らしい、スパコンが決まって、おぬちょさんが2人抜きです。じゃあ次がロードさんの S 剣ですね、さすがです、S 剣のロードさん、あ、いいよいいよ、あ、申し訳ない、あ、申し訳ないでも私ね、あのオナチョさん、ちょっとあの大きい大会、先日のフォックスであった、そうですね、フォックスもねだからあそこで、私は初めて見させて、おそらく、お強いじゃないかと楽しかったですね。楽しかったですね。ぜひこのスパチャ X やってて、大きい大会もね、年に3回ありますのでね、はい、非常に楽しみで、ぜひ、来ていただけるそうですね、なんか…あ、あれ…強いよ、関係ないですよね。はい、ね、そして、S 剣タイム、 S 剣、 S 剣が、さあ、こう、ロードさんのこの絶好調の反射神経に対して、いや、このメガのこの足が怖い、おいおいが、しかし今のすごい最高クラッシャーを勝利点に対して、反射神経がロードさんの怖さですね。そしてこの投げが、押し上げるところがすごいと思いますね。しかしこの冷静にここを最高値パシパシパシ、さあここで選択肢が怖い、あ、しかし今の足払いが前、あ、しかし最高値です、あーすごい、すごい、これで3人抜きです。あ、確か、じゃあちょっと次はじゃあネロさんのガイルですね、頑張ってきます、頑張ってきます、ネロガイル、ネロさんですね、ガイルガイルで、ネロさん謎のね、正体不明のプレイヤーですからね、しかしこの、ネロさんのガイルとミソさんのペガ初対決という形ですか、非常にサッカー界のペガで今大会ある意味ガイルとペガでどういう戦いがなのか非常に楽しみです。サポでガイルで足を出して、今のサマソルト素晴らしい、サポでサマソニック、ソニックで待つ、これガイルとペガも結構熱いんじゃないですかね、ですね、これソニック、これソニック、サトル飛んでくる、ガイルとすればこれ溜めてるところからサマーを出すか、リフトアッパーか、しかしうまく投げる、これはいいシーンだ、あ、しかしここでうまく、さあここからベガのタイムが始まる、さあこれ、しかしここで止まる、しかしサマーソル、ここは大丈夫、これはまだ分からない、しかし投げる、さあここで、しかしと、さあこう、今のパンチの投げは素晴らしい、最後は投げで一歩取りました、あ、おみつさんのベガ素晴らしいですね、はい、さあこれサマーソニック、さあ今のうまく当てた、そう今のサマーソニックギリギリの当ては素晴らしい、しかし今だはこれは分からない、さあパシパシってやって、さあ最高クラッシャー、さあパシってやって、さあここでウィンク、さあ今のはしゃがみでショットアップか、すごい連打だ、さあここで上に当たってオネシオさんがこれで4人抜きで、次は僕ですね、戦ってきます、達夫さんですね、はいはいはい、また最後達夫さんですね、またユーベガ、ベガがきつい組み合わせですが、あ、ピヨってしまった、そう、これピヨると本当に即死ですよね、一発もらってしまうとリュウがだいぶ不利ですよね、これで達夫さんが勝っちゃうと、お見事です、あ、まだ続きます、おぬちょさんまだ5連勝はい、次は私ですね、いや、ちょっと待ってください、これ最多2人でいいんじゃないですか、はい、あ、でもまだ達夫さん、あ、そっか、これで2人ってことか、はい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 、あ、オッケーオッケーオッケー、はい、ごめんなさい、ちょっと久しぶりにそうしましたら、どうなの、勝ち数1番の辰俊さんと2番目のおぬちょさんが決勝で真の決勝戦、真の決勝戦は竜で、そう、おぬちょさんは
はい、バイソンを、そう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 、あ、そうだっけ、ごめんなさい、ごめんなさい、そうだっけ、じゃあそうですね、ワンピー、ツーピーでジャンキー、ジャンキー、そうだね、はい、はい、じゃあ決勝ですね、はい、三先です。あ、というわけでちょっと大野町さんのベガと辰俊さんの竜で決勝が、あ、三先ですよ、三先、あ、そう、いつも三先だから三先そう、まあ二人とも頑張ってください。あ、今日は早いね。はい、じゃあ竜ベガで三先、はい、お願いいたします。あ、じゃあ第14回星木の乙女決勝戦、決勝戦、はい、はい、始まりまーす、イエーイイエーイ、で、ザンギステージですね。これザンギステージ、ザンギステージ、多分右行った時と、そうそう、今ここまさにもう見えないキックの応酬の場所なんで、あのレバーめっちゃイラつくんでいやいやいや、あれがいいんですよただでさえ画面端に行って嫌なのに、あれ何なの、見えないキックが出せるっていうね、あ、ほんと、もうあっとピヨってしまったか、でも安いすごい強いんですけど、いや強いですね、おじさん、しか思い出せませんが、ナイトメアで抜けましたね、波動拳を。一戦目、おぬちさん、はい、ごめんなさい、二戦目、いやー、ラウンド1、はい、風大丈夫か、大丈夫、ありがとうございます、いえいえ、ちょっとね、お互い冷静ですね、入れ替えてると思いますよ、似合ってますね。早昇竜拳をうまいこと刺しますね、やっぱり、中盤を3発入って、スライディングギリギリ埋めてきましたね。で、歩きナイトメアからの、辰俊さんもまだお茶って、最後は投げ、2戦目もお主さんですね、勝利ですね。じゃあ最後ですかね、お主さんリーチですね、勝てば優勝でございます。今日なんかすごいメンバーがあれですね、初々しいというか、そうそう、いいことです、いいことですそう、半分20代、半分20代です、今日マジっすか、平均年齢じゃ35ぐらいですね。お、かける5のチームがもう決まってる、あれ、かける5は開催場所とかも決まってるんでしたっけ、あ、何にもということですね。去年はここはデイトナ式で実施されましたけど、今年はどうなることやらですね。と言ってる間に、おぬちょさんリーチですね。波動拳で押し戻す、中ゴス波動拳真空を使ってしまって、最後投げ取り返した。さあどうなることやら、まだ、まあ、おぬちょさんまだリーチは変わらないですが、だいぶ押してますね、辰俊さん。そうですね、なんだろう、やっぱ3回とか3回目とかになってくるとなんかあるんですかね。そうですね、まあお互い読み合いもだいぶできるようになって、お互いの癖とかが、あ、ただピヨってしまった、あー、うわー、最後は綺麗にコンボでフィニッシュです。おぬちょさん優勝ですね、初参加のおぬちょさん3連勝
初参加ですかね。意外と多いですよね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、じゃあ一言もらおうかな。一言もらって大丈夫ですかね。じゃあお願いします。ネット流れてるんですいませんが、一言よろしくお願いします。はい、初めて参加をさせていただきました。バイソンが最初に負けてしまって正直マジやばいと思ったんですが、ちょっと緊張しながらも出なくて返したんですけど、自分のペースを全く乱れてたので勝てたのがラッキーかなっていうところと、ちょっと拾い漏れもだいぶあったので次来るときはもっと詰めて、緊張感を増してやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。そしたら、あれですね。一応今日、これで終了という形です。あとは、はい、そうですね。まだ、おっと、まだ9時台、21時台。あら、残念ながら、あら、ムナリさんお見えですが、ちょっと残念ながら今日はここまでということで、あと、のじあいということで、そうですね。あと、ロードさん、ちょっと、告知かなんかなかったりしません？お店としてのなんかあったりしません？聞いた話によると25日の日曜日の大会をちょっと後ろ倒しみたいな話をちょっとお伺いしてるんですけど、あ、なるほど。じゃあ詳細はちょっと来週のね23日金曜日までにちょっと確認をお願いします。というところで25日日曜日ですね、クリスマスなんですが12月25日はいはいはい、月1の大会がありまして、ちょっと時間いつも早いみたいなんで、集合時間ちょっと遅くなってますというところです。はいはい、いつもの月末、はい、月末恒例のね、お店主催のやつですね。なんか先月少なかったみたいなんで、あ、そうですね、先月参加人数がちょっと足りなかったために中止となりまして、金曜すごい人来るんですけど、はい、そうですね、金曜日はまあでも今日10人いないんで、あ、村井さんお見えになって10人いますか。いつもは15から20の間ぐらい来るので、はいはい、そうですね、まあそれと比べて日曜日がちょっと少なめということで、うん、そうですね、金曜日これ金曜日来ていただける方は来ていただいてるんですけど、ちょっと遠征の方とかもいるんで、うん、日曜日金曜来て日曜は来づらいとかもあるかもしれないみたいなね、ちょっと店としてなんか時間集合時間ちょっと変えてみますみたいな話があったんで、じゃあそれは日曜の方にちょっと、はい、そうですね、持ちかけて、まあ多分これ見てる可能性があるんですけど、そうですね、ちょっと確認してください。来週山本ですね、ちょっと欠席なんで、鬼怒川で横綱新人議会3人で感染中、あ、これはあれですよね、横綱ですよね、東の横綱の西の横綱、はい、に東西の横綱が集まってるという、なるほど、噂ですね、温泉旅行っていうね話で伺ってますが、なんで今日はちょっと羨ましいですね。今日は若めなのでちょっと見てる方でどうした方がいいよとかいろいろあれば、そうですね、積極的に言ってもらえると若い衆はかなり助かりますので、ちょっとだからあれですよね、いろいろと場所的にもわざわざ来てらっしゃる方もおられるかと思うんで、来やすい、来たくても来れない方もいるかもしれないですけど、来やすい方、そうですね、そう、そうなんですよ、12月25というちょっと特別な日なので集合状況が全く見えませんっていうのもあります。まあ12月はまあそんなもんです。そうですよね、なのであれ、ここデートマ式は年末年始は無休ですかね。あれ、じゃあそうするとですよ、次は12月23の金曜日ですけど、12月30の金曜日も 30? あ、30、そうですね、12月30は金曜日なので、あれですね、僕いますよ、やりますということですよね。
集まれば、まあ、あの人数次第でいろいろ年末なんで、はい、そういったところですね。はい、はい、まあ、あの集合見て参加人数見てというところで、じゃあのこれ店主催ではないのでいろいろ聞いてもらって構いませんので、そうですね、はい、一応あのプレイヤー主体ということで適当にやってる感じなんですけど、はいはい、まあ店主体に変えてもらっても構わない、はい、まあ、じゃないですかね。どうでしょう、とりあえずちょっとそこは対応ができるので、はい、今後ちょっと話をしていきたいと思います。店をやらないっていうのはないので、そうですね、あのデータ式 X がなんと4台ですかね今日。いや、あ、今日は4です。今日4台、1個ありますまだ。常設ですよね、この4台は。あ、いや、常設は3か2です。あ、3か2、なるほどなるほど。50円にクレジットで常に置いてあるので、はい、で増やしてくれという話であれば直接言っていただければ。なるほどなるほど。最大は5です。5まで、はい、5まで X があるということなんで、最大10人同時対戦できますと。 X が5でサードが2つですね。そんなに、はい、いるかなっていう気もしますが、ええ、あるということなんで、全然なんで30人40人でも大丈夫です。はい、お店の差はあります。よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。はい、じゃああとはどうしますか。配信11時ぐらいまでやりますかね。何かご意見あればコメントでください。よろしくお願いします。おさん、何かしゃべります。じゃあ、そういうことでよろしくお願いします。Tiger, I got it.
アイス。ファイヤー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 。Thank you.
はい。
はい、サイコー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 I'm
ンアイサイコー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 サイコHey!
はい。Hadouken!
Round 2!
Bison win! Round 3, fight! 2!
Round
Thank you.
Thank you.
では、11時になりましたんで、そろそろ配信からせていただきます。来週もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。